ちょうどです、こんばんは。どうも。待ってます。どうも。ね、森田君様、どうも。お待たせしております。1年ぶりに、ここ、森町に帰ってまいりました。おかえりなさい。皆さん、ありがとうございます。ね、今日は本当に森ホタル、ね、素晴らしいイベントで、ね、私も今回3回目の、出演させていただきます。本当にあの関係者の方、そして今日はね、会場を貸してもらった大波さん、どうもありがとうございます。精一杯じゃあ歌わせていただきますので、まあ、ちょっと聞いてやってください。海の青さに戸惑うように飛び交う鳥のように羽ばたけ高く羽ばたけ強く小さな翼広げ地震が来ると赤い尻尾のヤシが騒ぐ
車夜通し飯を炊く。あれから西はどこへ行ったやら。破れた網は問いさし網か。今じゃ浜辺で。涙で西曇りの空を海は銀色、ニシンの色よ。空の星に微笑みながら、あたしゃ大量の波を引く。あたしゃあれから西はどこへ行く。西の天も今じゃ寂れて、ポンボロロポンボロボロロ、変わらぬ文字は古代文字、あたしゃ涙で娘盛りの好きだったもんですから、内向的な人間だったり、まあ、よくネクラみたいなね、そういうタイプの人間だと思うんですよ。だからそういう自分が非常に嫌で、どうやったらこうみんなの注目を浴びれるかな、僕には歌がある、歌も歌って思うと、それで、カラオケで寄せばいいとか、全校生徒の前で初めて歌ったこれは意外に受けました、拍手をくれて、それから今の、まあ、歌は好きだったんですけどね、まあ、そういう形で、人前に出ることもやるようになって、そうやって応援に立ってもらってます。今年で、40歳。
毎月どっかで歌おうという同時フォームデイサービスをお邪魔させていただいて、いろんなデイサービスを持ってきました。やっぱりちょっとこう、今みたいな歌とかね、フォークの歌はちょっと歌えないので、シアカバーとかこういう歌をね、よく歌ってるんですよ。北国だから。でも別に今から歌うじゃないですか。歌ってほしかったそういう歌も歌ったりとか。
けたい。その時に16歳。それ今の16歌ったの？今の歌ったの。16歳ですか。はい。そしたらえらいみんなびっくりした。はい、自分も何かあったのみたいな。ね、うちで何かあったのこの人みたいな。そしたらえらいなんかね、すごいインパクトが広がったみたいで。なるほど。ね、本当に。お前それほど歌えるほど人生経験があるのかみたいなね、感じだったんですけど。でもまあ、そんな歌を歌ってます。結構先生方受けたんですよ。もうそれならえらい高校時代有名になります。もう先輩とかにも、あいつ、うちの声を歌ってます。えらい、隠れて。隠れるとこんな体大きいからですから、隠れるとこないよね。それから偉いになってるコンテンツだって今思えば、よかったかな。まるで人格形成になってる。城下というところにこちらにお邪魔しました。ここはなんか城が前はあったと思うんですが、城下と呼ばれるところにお城があった。あそこのオブリティアの近くにも足らないところに城下があった。ありますね。足らないと思う。じゃあ最近デジタルに置いてあるんです。空ひばりさんの曲です。で皆さん知ってたら一緒に歌っていただきたいなと思います。金敷一平さんの曲初めの方は何にしたんだろう。Hold on.
ゆきさん、手紙というか、ゆきさん。
さんっていうのは最近またこの国でしたかね、リバイバルでね、されてますので、まあ、岩手の企画とか、まあ、最近は同様とか、お姉さんとか、勝負がやってますよ。秋冬さんとかもいらっしゃいますけど、中西玲さんも素晴らしい人だったので、その方のこの手紙という詩なんですけど、なんかこの詩がね、結構、二人で育てた小鳥を逃がし、二人で飼いながら、この絵燃やしましょう、もう素敵な詩だなと私は思うんですけど、誰のせいなのか今も話して、ここまでは今、たくさん言葉をいっぱい詩の中に盛り込むのが多いんですけど、ちょっと間接的にこう、本当に死というか、この時代には結構いい詩があるなという取り組みが素晴らしいと思います。
君の笑顔に早く会いたくて、定時に仕事終わり家に帰る俺だよ。君はいつも玄関口で両手を広げ抱いてほしいとせがむんだね。もうすぐ2歳になる娘よ、夕ご飯が終わったらもうすぐ2歳になる娘よ、一緒にお風呂に入ろうね。君は左手でご飯を食べて、もうそんなに上手に箸が使えるの、生まれたばかりのあの頃の君からこんなに早く大きくなるなんて驚いたよ。もうすぐ2歳になる娘よ、夕ご飯が終わったらもうすぐ2歳になる娘よ、一緒にお風呂に入ろうね。
ましょうか、あなたを踊りましょうか、あなたと私離れるわけじゃないけど、すぐに会える距離じゃ
ないから、せめてあなたに会えた今日から、またいつか会える、元気でいてください、たとえどんな時もあなたの笑顔を忘れないように、いつも私はあなたを忘れない、たとえ